開いてですすいいいたたただだききまました開いてっていう映画今上映中なんですけど見に行って山田アンナさんが出てるやつ首藤凜さんという方が監督していてなんか原作が小説ですね綿谷りささんという方の僕ちょっと原作はあの読んではないんですけれどもこれがすこぶるやばいビッ びっくりしたもすごい衝撃すぎてあ、えっと、一応恋愛映画青春映画のような多分ジャンルになると思うんですけど是非そういう恋愛系の映画アレルギーだよって人も是非見に行ってほしい衝撃すぎて本当にカンペにだって「プレミアムグラタンドッグ白くって書いてる。 バカでは知らねえよみたいなそんなもんカンペに書かれても困るんだよって感じですねあの新宿のピカデリーで見たんですけどそこにプレミアムグラタンドッグっていう美味しいグラタンドッグがあってホットドッグがあってそれ直前に食ってたんで見た時のだから熱量でカンペ書いてるからねこうへんてこなものも混じっているとでも本当それくらい衝撃であの高校生の話なんですけどその高校生の恋愛映画のキャピキャピ といいう演出ででは全くないので、ね、サブイボが立つこともないし本当に是非あの気になった方は映画の本編見,見に行ってほしいんですけれども。 一体どんなあらすじかっていうと舞台は高校ですよ女の子たちがダンスのこう練習してるんですよ舞台の出し物文化祭の出し物かなんかのダンスかな「ついてるよ肘にカルパースついてるよ肘にカルパーズ」みたいなダンスでセンターで「ついてるよ肘にカルパースって踊っているのは 木村愛ちゃんっていう女の子ですね。可愛くって、成績も優秀でもうみんなの人気者という。そのダンスの中に、進み美きっていう女の子もね、踊ってるの。ついてる肘にカルパーズ。でも、うわーって、なんか辛そうにしてその場を離れていくんですね、ダンスの練習。で、愛はそれに気づいて気になって美きの後をつける。そしたら、美きが体育館裏みたいなところで、ブワーってぶっ倒れてるもんだから、あの、愛ちゃん的には、おーちょっと大丈夫か 大大丈夫大丈夫夫とそしたら「うあージュース」って言うから「ちょっと待ってて」っつってわーってジュースだかなんだかを持ってきての飲むなりに飲まなかったりしろっつってバーって飲ますわけそしたらもう全然飲めないからなんかこう気ももうとしてるから。 もうしゃーないのーっつってちょっと愛は口にジュースを含んで口移しであげるわけですよねジュースで愛ちゃんに対して「うわもう本当に普通にごめん」つってバーって走って去っていっちゃうんですよね。ああ大丈夫。でそんな愛ちゃんには好きな男の子がいるんですよね。同じクラスの西村たとえくんという男の子。 このたとえくんっていう子もめちゃくちゃ成績が良くって、ただそのクラスの中で言うと、その目立つタイプではない、ちょっと地味な男の子なんですよね。で、愛的にはそんなたとえくんをこうクラスでとんびに見て、いいじゃんって思ったの。掃除の時間とかもさ、だから愛ちゃんがこうやってあのゴミ箱持ってるんですよ。で、階段がブダダンダンダダンってやって、<laughs> ターミネーターみたいな階段になっちゃったけどダダンダンって階段あるじゃないですかでその下の方にねたとえくんがおるんですよでそしたら「あたとえくんいいんじゃん」っつってこの持ってるゴミ箱をわざと階段にぶちまけるんですバーンってゴミ箱があわざとぶちまけるとたとえ下にいるたとえくんがゴミ箱を取ってさ「あ大丈夫?」と、ね、掃除の手伝いをしてくれるわけですね会話のきっかけを作るみたいな。 やつ勉強の部分でも「たとえくん」って言ってた「たとえくんちょっとここの問題がわからないんだけど」って本当は死ぬほど知ってる問題なんだけどここの問題わからないんだけど教えてくんないってやったりねそしたらたとえくんも優しいから「あいいよここはねマジで X」みたいな感じで教えてくれるわけ。でいつものようにこうたとえくん好きやなーって見てるとこう。 たとえくんが何やら手紙をそういえば読んでるなーってことに気づく。なんか大事そうにこそこそ読んでるわけ。あれが気になって。ほんで夜学校に忍び込むことにするんですよね。これってあの、えっと、愛の友達、やんちゃな男友達とかがいるんですけど、そう、愛には。その子たちがちょっと夜学校に忍び込むぜ、ウェイウェイっつって、まあそれについていく形にはなったんだけど、愛的にはその時に、 あのたとえくんが読んでた手紙夜盗むちょっと盗み見たろという感じですよ。 愛は自分のクラスにね行きたいんだけど自分にのクラスに行くためのドアが開いてないんですよ外ですよだからさもうなんか忍者みたいにさ落ちたらやばいんですけど学校のその壁とかをこう伝っていくわけですよもう下あれですよあの2階以上だから危ない落ちたらやばいんですよもう地面も行ってるよ落ちたらやばいぜって言ってるんだけど愛はスーッて渡りながら窓 ガガガラガラガラっっってててて開けてシューンってこう入り込むっていうほんでたとえのロッカーをバーってあさって手紙を発見するんですよね。うわややっぱ手紙あるやん何が書いてるかっていうとたとえ君と付き合うことができて嬉しいですとかなんとかですみたいなそういう手紙、まあ、実はたとえには秘密にしていた恋人がいてえ誰誰と思って差出人の名前見たら「新藤美ゆき」って「あの女の子や」 ダンスでぶっ倒れてた進藤みゆきちゃんって実はその、えー、と持病あの糖尿病を患っていてちょっと体が弱い女の子なんですけどあの子とたとえは付き合ってたのと驚くわけですよね。もうだから手紙見たってさ「えっ?」て感じ「えま?」みたいな「え,え で愛ちゃんはたとえのことがもう死ぬほど大好きだからどうするかっていうと彼女のみゆきちゃんはいつもその昼頃にさ隠れてクラスから抜け出してその科学準備室みたいなところで注射打ってるからさその持病の糖尿病の、えー、とインシュリンだかなんだかっていうだから愛ちゃんも科学準備室に行って「よしっ!」つって「みゆきちゃん!」っつって。 だそ,のその注射って痛いのとかって聞いてね近づくわけです、えー、その「ジャンプ」「ジャンプって今どの連載が面白いの?」とかって会話して、うん「今チェーンソーマンっていうのが死ぬほどやばい」ってあそうなんだ」ってねこう何気ない会話から始めて。 こうして二人はもうラインとかも交換して一緒に遊びに行くようになるんですよね。そこでも愛ちゃんはみゆきに聞くわけですよね。みゆき、あんた彼氏いんのとかってもう知ってるくせにちょっと遠回しに聞く。<laughs> そしたらみゆきちゃんもちょっと照れくさそうに、うん、同じ学校の西村たとえくんとか言ってね、<laughs> もう現地取ったって感じ。うわ、やっぱり二人やっぱりつ付き合っていたと。 でそ,そっからまたいろいろ聞くわけ「えねえねえじゃあチューはもうしたのエッチとかももうしたんでしょうね?」って結構長いこと付き合ってるというかもうしたんでしょう?」とか言うとみゆきちゃんも「いやまだそんな手しか握ったことない」って「私はちょっと興味あるんだけどたとえ君はそういうことしてこないから」ふつって「ふん」っていうことはじゃああの時がわあなたのファーストキスだったのっていうあの時って男子でぶっ倒れた時に口移しでジュースをあげたじゃん。あれがじゃあキスだ って言ったら「あっそうなるね」みたいなここで愛がね「じゃあもう一回ちゃんとやり直ししようか」っつってみゆきちゃんにねみゆきちゃんの顔をカッと自分に向けてキスをするんですよ大好きなたとえ君とみゆきちゃんの間につけ入る好きがないと知った愛ちゃん。 大好きな人の大好きな人を奪ってしまおうとね思い行動を始めますが果たたしてみたいなお話です、はい、あちょっと予告編に寄せてね「あの大好きな人の大好きな人を奪うために」とかって今僕言いましたけどこの時点で愛はこの時点では別に明確にそうしようっていう意思はないというかおそらくそう。 ああるる意味勢いもあるだろうし自分の中のほら自分自身はっきり説明ができない感情ってたまに出てきたりするじゃないですかただでもこの先2人はこれをきっかけにちょっとこう深い中になっていってそれが「あああっていう映画やばいマジで。映像がマジでかっこよくて あれ,もうあれで言うとね、その置きカメラが多いんですね。置き,置きカメラっていうのかわかんないですけど、カメラをここら辺にこう、定点でパカッと置いてね、ね固定して、まあ、そのフレームの中にアイちゃんとかでわちゃわちゃしてて、であそのアイちゃんたちがカメラのフレームの外にバーって去っていく。で、カメラはそのまま去っていくアイちゃんたちを見送る形になる構図っていう、なんかそういうのが多いですね。で、まあ、ちょっと意図してるのかわかんないですけど、そういう固定の。 固定多めのカメラが最後はそのカメラが愛ちゃん愛ちゃん自身を追いかけるすごい重要なシーンがあるという、まあ、意図してんのかわかんないこのキービジュになってるシーンとかもうすごいんですよ本当に鳥肌ブワーって立ったっすねでその話自体はすごく重めというかで結構だから <laughs> で過呼吸になるんちゃうかぐらいの <laughs> っってて気持ちでちででょっと見てたんですけど僕も,でもだからといってなんだろうにや止むわとかっていうような映画でもないんで本当に是非今日は元気がないなっていう日でもね見に行ける映画なんでねああまあその熱出てたらね外出ちゃいけないコロナかもしれないからねそういうなんか精神的に元気がないなって時にはでも見に行ってもいいと思いますよもちろん元気な時にもね <laughs> 何この進め方 <laughs> でも本当素敵ですはい この先、中盤以降のネタバレが含まれるので開いて見てない人気をつけてくださいあねこうやってキスをした愛とみゆきちゃんですよここの,この先みゆきの家に、ね、遊びに行って <laughs> せいやーまさぐりまさぐりまさぐり嫌なら嫌ってはっきり言いなよ こんな最低な空気感じゃないですもっとこうムーディーな空気感でねでそのことをさ愛が西村くんに言う瞬間があるんですたとえくん西村くん私みゆきとやったよ2回もまあちょっと煽るわけですよ西村くんに対してだけど西村くんがどういう反応するかっていったら へーぐらいいの感じですすあ、まあ、そうっすかみたいななんだろうちょっとはっきりとこう喧嘩に乗ってもらえないわけです志村くんに「僕私西村くんのこと好きだったんだ」って言っても西村くんは「嘘をついてると」と愛ちゃんに言うんですよね「君は嘘をついてる」って「え私があなたを好きなことが嘘をついてるとでも言うの?」っつったら「いやそうじゃなくて全部嘘をついてるでしょって君は」と。 愛は気づいてたか気づいてないかわかんないけど結構図星なんですよね。愛の人間性ってすごくこうやってグイグイ行く蛾が強いように見えるんですけどその反面結構周りに合わせてるんですよ。先生の前で優秀なこう生徒を演じていたり友達とはちょっとやんちゃする自分とか環境によってめちゃくちゃ自分を寄せていってるんですよね。だから型にははまるのは 得意なんだけど自由に形作るのは苦手っていうかだから、えっと、お母さんがですねお父さんのなんか誕生日とかでちょっとバースデーカード書いて「愛」っていうの愛はバースデーカードに「おめでとう」って一言だけ書くんですよね。でお母さんが「何をおめでとう一言だけ」とかって小言言うんですけど次はお母さんが「はい愛い」って何でもない日ですよ。はいいお父さんに書いて,てがねえ 今日何,何の日って聞くとお母さんは「いや何でもない日よでもいいじゃない」って書いてって愛は何も書けないんですよねだって何でもない日の方を知らないからえどどないしようみたいなそこでシーンが切り替わるんだけど書いたか書いてないか分からない状態でたぶんだから何も書いてないとは思うそれかお母さんが適当にこう書けっていったことをそのまま書いたか書いたにしても多分自分の、えー、と意思が通ってない文字を多分書いてると。 っていうねまあ、人間性たとえ君にだからそれ指摘されるんですよね。っ、うん、てかここら辺僕の全部妄想ですからね僕の解釈っていうかだから話半分に聞いてほしいんですけど全部こっから先。たと <laughs> え君的には捏造否定派っていうかたとえ君的にはだから愛ちゃんのそれが、まあ、自分ファーストに見えたんでしょうね自分が傷つかないために、うん、自分を偽るというか自分を作り上げている。 例えばこの時にも「じゃあ分かったよと」とここで君に君を抱きしめてキスすれば君は喜ぶのって言ってとりあえずバッて抱きしめてチュってキスするんですで「はい嬉しい?」って聞くんです今こうやって抱きしめてキスしたけど何の心も通ってない俺のそれされて嬉しいって聞くんです形だけのこれ嬉しいですかおいおい愛さんよお前がやってんのこういうことだぜって多分言ってるんですけど愛はここで 嬉しいっていうのよね。やっぱ強がりだからで強がりでわかんない。でもここは喜んでるかもしれんよね。でもしっそり女心わからんから、そのな複雑だけど、やっぱ実際に好きな人に触れられると嬉しいみたいなね。あったりするわからんけど。でもちょっと多分複雑なんやね。嬉しい100。100%ではないはずなんですこの辺は愛ってだからそういう人間なんですよ。 自分が何者なのか周りに合わせすぎて、えー、自分が何者なのかまあその思春期の頃ってたまあ多かれ少なかれあるじゃないですか自分って何者なんだろうえ自分って何がしたいんだろう夢を持ってる人を見てさいいなあやりたいことがあってえでも自分はね空っぽまあ多かれ少なかれあるんです愛ちゃんは多分その思想が多分もっと強く現れちゃってるっていうか愛の人間性をちょっとこう 比喩的に表現しているようなシーンがあってなんなんら冒頭からですよキラキラのね肘からカルパーっすね,ねアイドルのダンスを踊ってるキラキラの女子高生ここでも愛は自分をの形を環境に変えてるわけですキラキララ役っていうね。で愛たちさその学校の展示品みたいなのでアート作品みたいなので折り鶴で作った。 桜のの木みたいなの作るんですでっかい桜の木段ボールみたいなのドーン作ってそこに桜の花びらが折り鶴でできてるっていうもう何百個何千個みたいな折り鶴がぶわってあってすごい壮観なアート作品だったりするんですけど結構ショーとかも撮ってるでこの時もショー撮った時にねお先生が「せっかくだから写真撮ろうぜ」っつって「お前その賞状持っとけよ」って「木村」ってで西村君も一緒に撮るの。 木村愛ちゃんはここで写真撮られる時にやっぱ笑うんですよねショーを撮った時の写真笑顔型にハマっとるから西村君は笑わないですここはやっぱ環境に合わせてるんですよで折り鶴なんかもそうなんですっていうか折り鶴ってだから折り紙をさそれこそ折って折って折って形を矯正して矯正して作り上げるものじゃないですか。 だからもう折り鶴が愛っていうか環境に合わせて形を変えざるを得ないそういう生き方をしてきた愛とかあとは,あとはもう僕ら自身とかも多分多かれ少なかれ会社,会社の中の自分家庭の中の自分とかあるじゃんサークルの中の自分やっぱ多かれ少なかれ自分をやっぱりこう適応させていってるよね形を変えていってますよね自分のねでこの折り鶴折られた鶴を開くと元の折り紙のね四角形に戻るんですけどでも もう折り目はついちゃってるじゃないですか。折り鶴の時に折った。元のフラットな形の折り紙の形には戻んないですよね。ある程度さ、こっち側の環境に長いこといて、で、その環境からバッて外に出た時も、しばらくこの環境の癖が抜けないことってないあの、コンビニで働いてる人がさ、いらっしゃいませーって言うじゃないですか。で、その働いてる人が休みの日に、ちょっとコンビニでも行くか、って、てれれれれんって、 コンビニのドア開けたらら自分がいらっしゃーせーあ,あ、違う,うわ俺今日休みや行っちゃった休みの日なのに癖でつい言っちゃう的なねやっぱ癖づくんですよねやっぱ人間ってで木村愛という人間は多分だけど人一倍この折り目が強いんですよそういう意味で言うと。で 愛ちゃんその環境に合わせていろんな折り目この時の自分この時の自分っていろんな折り目がもうたくさんついちゃってるもんだからもうだから結構いびつになっちゃってるんでしょうね元の自分という折り紙がねあだから余計苦しんでるっていうかなんや私みたいな <laughs> もうええかげんにせよ桜の木,木がさ木がバーンってやって、まあ、これが学校とか社会社とか、ね、そういう環境だとしたらそこに 無数吊るされる無数の折り鶴たちっていうのは愛の深層心理を思うと結構ホラーっていうね、うん、<laughs> 綺麗に見えるんだけどってでも私のオリジナルってどこなのってで,でそうやって愛は思い悩んでいるけどそれってだからみんなが通る道じゃないですか何者だって。で多分悪いことじゃないんですよねその環境によって形を変えることって大人になったら分かるけど形を変えようが何だろうが その自分それも自分だしあれも自分だしって結構折り合いをつけていくいけるようになるんですけど大人になるとでもこの頃ってちょっとその辺が難しいじゃんでお母さんがそれを愛に言ってくれるシーンがあるんですよね爪の話なんですけどお母さんが愛の爪を見て本当にあ,あんたと私の爪そっくりねっていうの爪だけは似てるわよねみたいな話をする。 ほらって爪だけ残ってれば爪さえ見ればあんたの顔がわかんなくてもあんただって愛だっってて愛私見つけることとがでできるわみたいなここ言うんですよこれってだからどんな風にそに自分の環境に合わせて自分の顔を変えていこうがお母ちゃんはあんたのことわかるんだからねって多分最大の愛情表現の多分言葉なんですよね演出としては。多分だけどね <laughs> 多分ですよ多分僕はそう解釈てし,して死ぬほど泣いたんですけどここだけど多分「愛はピンときてないんですよね、うん、爪」みたいなぐらいのもんで爪が似てるいや爪はみんな一緒やんけぐらいの <laughs> それぐらい自分が何者何者っていう愛だからとってもオリジナルに見える例えがに惹かれていくしプラスみゆきもそうですよね美雪だってとっててともこう 話をしていくとオリジナルに見えるからみゆきにも惹かれていく自分がいたりするそっからまたね、うよ曲折あってっていうねそう最後のシーンのさまた一緒に寝ようねってみゆきちゃんに言う その個人的には延長線かなと思ってるんですけど多分まだこの先三角関係続くようなぐらいの気持ちなんですけどなんかあの辺もねだから人によって解釈はね分かれそうですよね多分まだ愛の自分探しは続きそうな気もするなという終わりなんですけど本当にもう素敵余韻もなんかねすっごいね「余韻」ってぐらい余韻が残るもう帰り道なんか黄昏れちゃったっすもんね。 <laughs> 考えちちゃゃっっったた遠回りして家帰っちゃった <laughs> 考え事してもうまっすぐ家に帰らんからもうこんな映画見た後もう遠回りしてちょっと考え事して歩こう。<laughs> <laughs> <laughs> 恋がしたい恋がや主題歌がね <laughs> 本当にもうなんかいろいろねあの思考渦巻くとっても素敵な映画なので是非見てくださいであの今までここまでいった僕の話は全部僕の解釈で僕の妄想なので本当に真に受けずね見た方は見た方のそのままの何かあの私こう思ったよ俺こう思ったよってコメントとかね書いてもらえると でも嬉しいです、ね、見に行ったことない人はね是非ねあの劇場で見,に見てみてくださいはいそれではお疲れ様です前回の動画のコメント返し広重さん「今日も面白い動画をありがとう貝柱さん」って打とうとしたら「ありがとう貝柱さん」って変換された <laughs> 倒れる破壊される柱なんか怖いね大材が起きそうなネーミングになったね サブマグナカルタ。全然動画と関係ないんですけど、今日貝柱さんが夢に出てきました。貝柱さんが雑誌の取材を受けてて、紹介文に嫌なことがあると飼ってる金魚の水槽の水が濁るまで餌を入れるって紹介されてました。本当ですか <laughs> 本当ですか <laughs>、うん,あん <laughs> おんてかすごい、やけに詳細な夢だし。 いい夢だ、じゃねえし。<laughs> じゃねえし、どっちも。ダメですよ、濁るまで餌あげ、入れたら。適度にね、パラパラって、ふりかけかける程度にしてくださいね、みんなも。あと僕、金魚飼ってないですから。入れませんから、餌もそんな。程よいですから。それでは、さよなら。